はいどうもこんにちは。今日もですねライフアフターシーズン3をやっていきたいと思います。ハッピー101に来たんですけど、こちら市役所前にですね野生のヘリコプターを発見いたしました。初めてのヘリコプターなんですけど、このハッピー101にヘリコプターとか車がね現れるって噂では聞いてたんですけど、いやまさかねヘリコプターが見つけることできるとは思わなかったですね。さあこのヘリコプター乗ってみましょうか。操縦、あ、乗れた。30分、うわ初めての操作なんだけど、まずはライト、あ、つかないんだ。どうすればいい。あ、上がった上がった。このバーみたいのを上げると上がる。あ、なにこれ、右とか、これあ、左右にこうやって動かすこともできる。水平に移動もできますね。わーすごい。これがヘリコプター。ミサイルボタンっていうのはないんだね。こんにちはーって言って。撃ち落とさないでね、みんな。やっほーっつって。イェーイ。まさかこんなところにね、ヘリコプターがあるとは思わなかった。それはね、公式のヘリコプターでございますけど。よし。さあ、このまんま。どこか行ってみましょうか。青空麦畑までひとっ飛びしてみましょうか。こっちかな。さあ行ってみましょう。まあ、シームレスの世界だからこそヘリコプターで移動ができるわけですね。スピードは99キロ。ほう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 。今高さ的に600メートルぐらいの高さにいるんでしょうか。クラクションボタンとか、あ、あるんだ。ありますね。クラクションボタンもありました。あ、これは楽でいいわ。ん、なにこれ。おおおおおおお、今なんかマップの切り替えみたいのが起きたのかな。ここが青空麦畑までヘリコプターでやってきました。いいですね。ヘリコプターでオープンワールド駆け回れるっていうのはすごい楽だわ。いいね。景色が綺麗だからね。あ、久しぶりの青空麦畑。真っ暗ですけど、もう少し真下まで行ってみようか。いいね。ヘリコプターってね、どれぐらいの確率タイミングで現れるかってわからないですからね。青空麦畑までやってきましたよ。ちょっと高度上げようか。高度上げていきましょう。おっと、カメラを起動してください。それらしい写真撮ることできるぞ。これでかっこよくない。これいいね。これいいよね。これヘリコプターに乗りながらカメラを起動することもできますと。青空麦畑までやってきました。久しぶりに来たんで、どんなところか忘れちゃいますよね。ヘリコプターなんですけど、景色がめちゃくちゃ綺麗。青空麦畑を一望できます。しかしですね、ガソリンの減りが早いですね。ガソリンを持ってないと、あっという間に減っちゃいますね。そうか。どうしようかな、これ。一旦降りて、ガソリンを給油する、もしくは製作しないと、なくなっちゃいそうですよね、これ。ヘリコプターは大変便利なんですけど、もしかしたらガソリンの減りが早いかもしれませんね。この辺気をつけておきたいところですね。これがヘリコプターとなっております。さあ、タイガエリアにやってきました。タイガエリア、何気に初めてかもしれない。タイガエリア、さあ真下に、目の前に巨大な橋がある。あったっけ。もうちょっと上行ってみようか。燃料が 20% まで減ったと出てきました。大丈夫かなこれ。もうちょっと待ってほしいな。うわ、めちゃ綺麗だなこれ。いいなこれ。すげえ綺麗ですねこれ。ヘリコプターに乗るとよりこのオープンワールドね、景色が美しく見えてきますね。今からローレンス湾の遊園地まで行ってみましょうか。ヘリコプターに乗ってローレンス湾の遊園地まで行ってみたいと思います。すごい遠いけどね。だけ
けど、ヘリコプターだったら高速道路を使っていくよりかは早く到着できると思うんですが、さあどうでしょうか。時速100キロですけどね。さあどうだ。次はモスタウンに入りました。モスタウンやってきましたね。さすがにこのヘリコプターでモスタウンの山の方に入れるとは思えないので、行けるところだけ行っていきましょう。さあそしてミスカ大学入ってきました。ミスカ大学やっぱ早いわ早い、スピードはそんなに速いわけじゃないんだけど、このヘリコプターね、陸地が一切関係ありませんから、高速道路走ってるわけじゃないので、道路関係ないですからね。その分早く目的地へ進んでいきますね。早すぎもうローレンスマン早すぎ。そしてガソリンがもうなくなってきたぞ。さすがにこれはまずいか。ガソリン入れるか、作って入れるか、しょうがないよねこれは。ええ、飛べなくなっちゃうもんね。どこかで一旦ガソリン入れますか。自分で作ってガソリンを入れていきたいと思います。さあガス欠になったら辛いからね。あ、ローレンス湾の、わ、なんかダメージ食らったぞ今ダメージ2を食らいました。さあ携帯製法所からこれナンバー92ガソリンを作っていきましょうか。念のため2つ作っておこうか。はい、ガソリン作りましたので、ガソリンをあれ給油ってどうやってやるんだ。ガソリンの給油方法がわからない。これってもしかして一旦降りないとダメなのか。よっ、よいしょ、あれ、うそそういう仕様だったの。はい、ガソリンね、ガソリンじゃないです、ハッピー101に湧いたですね、野生のヘリコプターに乗ってローレンス湾まで行こうと思ったんですけど、降りたらね消えました。はい、ヘリコプターね消えました。そして無意味にガソリンを2つほど作ってしまいました。あー、野生のヘリコプターっていうのはこういう仕様になっているんですね。あくまでお試し的なね使い方になってるんですね。わかりました。今後ねヘリコプターがいろんな場所でね湧いてくると思いますので、まあそれを活用しながら移動手段に使っていきたいなと思います。楽しかったです。はい、はい、どうも。限定アタッチメントなんですけど、4級青色小型重賞を使っているんですけども、緑色の5級小型重賞を3つほど手に入れましたので合成をしていきたいと思います。うまくいけば青色の5級の小型重賞が手に入りますね。では早速ですけど合成をしていきたいと思います。5級緑色小型重賞を3つ使ってで合成をしていきたいと思います。うまくいけば青色の5級小型重賞が手に入ります。さあ合成いってみましょう。合成確率は 50% です。さあレッツゴーゴー、いけ、頼む、出てきてくれって。出てこなかった、もったいねまあね、2分の1ですからね。前回は紫色アタッチメント手に入ったっていうのもありますしね、そうそううまくいかないですね。本当はねこれを分解して機械素材にしたいなとかって思うんですけど、今後もですねエリア行動をやっていってコツコツアタッチメントね集めていきたいなと思います。